随分賑やかだな。お前、本当にダンテか。当時、それにヤシャマルか、久しぶりじゃないか。以前のダンテは、ここまでまがまがしいオーラなんて持っていなかった。俺も一皮むけたってことだ。だが、おかしいな。お前らは確か冥界で暗殺される予定と聞いてたが。そんな奴ら全員倒したよ。俺は残念ながら殺されちまったから冥界で6冥王しているがな。そうか、俺が悪魔界にいた間に随分と変わってしまったらしいな。お前たちも、俺も。なんだこの余裕は、この状況で全く警戒心がない。まるでこの状況に対して全く危機感を感じていない、いや感じるに値しないってことか。キリア、あなたに譲ります。愛しきダンテ様と話してきなさい。キルケ、感謝する。ダンテ様。キリアか、本当に苦労をかけたな。大変だったろう。キルケもだ、本当にここまでよく来てくれた。ああ、ダンテ様。私は、寂しゅうございました。そうか、現実世界に帰ったらまた共に過ごそう。俺の愛しき妻よ。ああ、この時を何度夢見たことか。そうか、なら早く終わらせよう。俺たちの描く世界へと。さて、お待たせした。状況も大体把握した。いいのかよ、キスくらいなら別に待っててやったぜ。構わん、この先ずっと一緒にいるんだ。そんな機会いくらでもある。残念だったな、そうはならないぜ。お前らはここで倒す。悪魔界の扉も閉める。まだ私たちの邪魔をしようとでも言うの。悪いけどあなたたちを現実世界に返したら世界がどうなるかわかったもんじゃないよ。そうね、それにあなたは悪魔界の扉を開いた、その罪は重い。ならば私がここでお前たち全員を。俺がやろう。俺はこの約1年悪魔界で過ごし、鍛え、そして進化した。もう俺は人気全 M の称号者、悪魔術師ダンテではない。ここにいるのは人を超え、悪魔となり、そして、神に近づいた者、魔王ダンテだ。体中の装飾品や鎖を外した。さあ、これが俺の真の姿だ。おい、待て、カナメ、やばいんじゃないのか。わかってる。動けないんだ。さっきもそうだけど、気持ち悪いよ、この空気。何あれ、あの球体の周りから。おい、戦闘力が。20億、30億、40億、50億。お待たせした。素敵だわ、以前でも完璧だったのに、まだその先に行くなんて。化け物だ。俺たちは相当ヤバいものを呼び覚ましてしまった。ここまでとは。さて、誰が俺の相手をしてくれるのかな。道影、行けるか。はは、ヤバいかもな。さすがに。否定はしねえよ、事実だ。はははは。は俺たちは、ここで消えるかもしれない。こうか、あの女頼めるか。カナメくん、無理だよ。まさか二人であの悪魔の人を相手にするつもり。ならどうする。キルケは間違いなく助太刀に入るぜ。ならいよいよ無理だ。つまり、夜桜様とヒイラギくんであの悪魔を、私とウーカちゃんであの魔女を倒すってこと。任せたぞ。おう、お前らが相手か。男は男同士ってことか。お前ららしい。ならば場所を移そう。ここでは戦いづらいだろう。お前らいただけでこれほどか。どうやって挑む。ここならお前らの要望に応えられると、文句ないだろ。ああ、お前は昔から気だけはすごく効いてたからな。いい上司だったよ。やってることの演出支えなければな。俺もお前たちのことは嫌いではなかったさ。むしろ興味があった。やる気もあるし、センスもあったからな。電気や水道は見誤っていたが、俺はずっとお前たちをいずれ大きな脅威になると考えていた。だが、本当にこいつらは化けた。俺の想定していた以上に人気伝も優秀な人材を捨てたものだ。間違いなく、成長すれば中級クラスでも上位まで上がれただろうに。マジかよ、尋常じゃないほどかて。なんか、その日抜けた攻撃は、浅はかな戦術だ。それくらいで俺を出し抜いたつもりか。解放。ふざけてちれ。な。あんな氷で俺の動きを止めたと思っていたのなら少し。変わらんな。たとえお前たちが想像以上の力を身につけようが、俺はそのさらに先に進む。お前たちは一生俺に追いつけない。ごたくは結構。お前、ここまで力を身につけて戻ってきた理由は何だ。まだ新世界計画なんてもんに加担するつもりか。そんなものにすでに興味などない。なら力を得てこっちに帰ってきただけか。俺は、この世界を悪魔たちの世界に染める。そのためにここにいる。悪魔界に染める。だと。新世界計画より立ちの悪いこと言い出したな。俺はこの半年ほど悪魔界にいてわかった。
悪魔はすごく純粋なんだ。この世の人間より何事にも純粋で偽りがなく、美しい。この世界は悪魔を醜いもの、悪しきものとして非難しているが、俺から見たらこの世界の人間の方がよほど醜く、汚らわしい。だから俺は帰ってきた、新世界計画のようなエゴにまみれたものではなく、悪魔世界計画を。よっぽど普段から優しくされねえからな、よほどあっちの世界で優しくされて嬉しかったんだろうな。でもな、それはこの世界も同じだ。いい奴もいれば、お前みたいにどうしようもないバカだっている。一部の人間、悪魔を知っただけで世界全てを知ったかのように語ってんじゃねえよ。悪いが、俺もこの世界で守るものがたくさんできた。はい、そうですか、で譲る気はさらさらないぞ、ネクラ野郎。そうだな、俺もこの世界で守りたいやつ、守りたい生活ができた。なんて、お前の愛を悪だとは言い切れない。言い分もわからないことはない。だがな、今の世界を壊してまでやるというのなら、俺は抵抗するぞ。ふふ、俺に抗うというか、最初から理解してもらうつもりも、できるともみじんも思っていない。俺にも愛があるように、お前たちにも守るべき愛があることは理解した。ならば今ここで決着を決めるしかない。俺が続けとクリアを連れて、新たな世界の幕を開く。そのために俺はこの世界に帰ってきたのだ。かつて悪魔と人間が戦った時に生まれた回戦の名言を今、ここで再現しよう。さあ、聖戦だ。先代の戦士たちに恥じぬ戦いをしよう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。